はい、こんにちは、こんばんは。今日は1月19日。久しぶりのアップです。今日はお題2つですね。アメリカ大統領選挙とコロナの問題です。まず第一にコロナのことですけど、例年、風邪の患者が2000万人。去年は5万人だけ。インフルエンザが450万人。その0.1%。去年は4500人しかいません。ということは、コロナ様々、コロナのおかげで何万人かの命が助かったということです。2000万人やったら肺炎とかになってね、死ぬ人も結構多いんで、圧倒的に死者がコロナのおかげで減ったってことになるわけですよね。武田邦彦さんも前からずっと言ってたように、コロナっていうのはそんなにね、強毒性ではないし、死亡率も高くないし、そんなにわわわわ言う問題ではないのに、なんだかおかしいとか言ってましたよね。で、今日19日朝、トマベチさん、ね、目のギョロッとした、あの人の YouTube 見てたら、世界はインフレに誘導しているんだって言ってたんですよ。で、考えてみたら、あ、と思ってね。で、今度のコロナ騒動っていうのは、インフレ誘導にするためのためなんですね。各国がね、足並み揃えてコロナやってるのがおかしいな、おかしいなってね、ずっと思ってたんですよ。結局、各国の財政っていうのはもう破綻状態なんで、国債なんかも、日本でもそうです、アメリカでもそうですよね。国債がもうものすごい量になってるわけですよね。どうせ返せない金額になってるんですよ。で、これを例えばハイパーインフレになって、今の4倍の物価になれば、国の借金が実質的には4分の1になるわけですよ。で、世界中の、借金が4分の1になるっていうことですよね。そういう目的のために、今のコロナの問題があるわけです。そうするとです、辻褄が合うんですよね。納得できたなと思いました。中国叩きも、インフレにするには中国から安いものがどんどん世界中に行ったらインフレにならないわけですよね。まあ、かといって、コロナは中国から始まったんで、中国も加担していることは加担しているけど、話は半分しか教えてもらってないんじゃないかなと思います。第三次世界大戦がもしあれば、戦争の後にハイパーインフレになって、結局世界の財政っていうのは救われるわけです。でもない、ない、なければ作るしかないわけですよね、他の方法を。だから今回は、ハイパーインフレといっても、まあ今の4倍ぐらいじゃないかと思うんですよね。2倍だとなかなかね、その後またすぐ破綻が来ると思うんで、そうすると物価が4倍、とにかく3倍ぐらいになるまでは、このコロナの問題は解決しないと思います。で、日経平均が今2万8000円。2万2000円から最高で3万7000円ですから、4万5000円ぐらいまでは上がっていくんじゃないですか。株価っていうのは、まあ、基本的には物価スライドなわけですから、4万円以上になるまではコロナも続くんじゃないかと思います。
例えば、なんだっけ、変異種が出たとか言いますよね。で変異種出たんで、ワクチンが効かなくなって、新しいワクチンの開発が急がれますとか、そんな話になってきて。大体ですね、あれ、ツイート TV の服部さん言ってたように、普通の風邪っていうのは旧型コロナですよね。旧型コロナが風邪のワクチンを開発するのに100年経っても開発できないのに、なんで新型が半年でできるかって言ってね、それこそ不思議ですよね。次にトラさんの大統領選挙のことですけど、まあ毎日毎日 YouTube はね、いろんな情報がねどん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 入ってきて、しかもテレビでは何にも報道がないというか、今日も NHK でから、なんかバイデンの就任式がどうのこうのと、 NHK ってアホじゃないかと思うんですけどね。まあいいけど、でメーカーさんとかの情報発信から、アメリカ国境、カナダとメキシコのところで合計25万の中国兵が配備されてるという、この問題ですけど、25万ちょっと多すぎますよね。大体もうさ、1000人以上でアメリカ軍はすぐ気づいてから24時間監視体制に入ってるはずなんで、どう考えたっておかしいですよね。補給がないし、戦車なんてあったら超目立つからすぐ分かるわけでしょ。それにそんなものが、国境近くにあってるから、中国、アメリカが黙っていませんよね。もうすぐに爆撃したりするはず。でもし本当であるならばどうなるかというと、就任式の直前というかね、前日に国境を侵入するわけですよね、中国は。そうすれば戦時体制になって大統領が継続していくという、そういうシナリオがあるのかもしれません。で全国に今軍があちこち配備されてますね、州兵まで呼ばれて。それとも関係があるかもしれないし、どっちにしろトランプ大統領が継続することはあると思うんですけど、バイデンはもう逮捕されてると思いますね。ジーナ・ハスペルもグアンタナモに収監されてるっていう話もあるし、この間のベンジャミンの話だともう死んで殺されてるっていう話もありました。でもしアメリカ国境に25万の中国兵が配備されてるっていうことになると、まあその半分でもね、4分の1でもいい、10万でもいいけど、じゃあどうやって運んだかちょっと、これアメリカが運んだっていうことしか考えられませんよね。米軍が中国で運べないと思いますよね。だって飛行制限とかいろいろあるじゃないですか。まず無理ですからね。そうすれば中国に依頼してるっていうことですよね。今日は終わります。ありがとうございました。